先週ゆうのちゃんがリポートしてくれたのは400年の歴史を誇る浄土真宗のお寺築地本願寺の新しい取り組み。こういう事務所になってまして、すごい、はい、なんか IT 会社みたいな。オフィスの IT 化により僧侶たちの働き方を改革。またコロナ禍で通常のお参りが困難な中、法要法事のオンライン配信を始めました。お待たせいたしました。18人。わあ、すごい。お寺なのにインスタ映えするカフェや筆文字アートなどの講座が受けられる銀座のサロンも運営。開かれたお寺をキーワードにお寺の敷居を下げる取り組みを行っていました。まあ、実はこういうふうなことをしましたのも、私たちの、まあ、事務方のトップであるですね、はい、まあ、安永宗務長という方が、はい、元銀行マンで、数々の改革を推し進めたのが元銀行マンという異色の経歴を持つ安永宗務長なる人物だという情報を聞きつけたゆうのちゃん。なぜ改革に乗り出したのか、そして彼の目には何が映っているのか、仏教界の革命児にいざ直撃します。その人物がこちら、築地本願寺代表役員宗務長安永有言氏。2015年7月、61歳にして現職に就任しました。はじめまして。はい、はじめまして。大原井と申します。はい、安永です。よろしくお願いいたします。なぜ改革が必要だった、うん、例えばもう都会の人はもうお寺に行かない、うん、お墓参りにもう行かない、うん、という人がもう 大多数になってきて、そうすると自然的にお寺という、まあ、宗教界はどん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 衰退していきますよね、うん、なんとか今のうちに改革をして、うん、また人々がこういっぱいお参りしていただくような存在にしないといけない。今お寺とご縁のない人をどうやってご縁をつなぎ、ご縁ができれば来るじゃないですか、はい、で来ていただいているうちにご縁が深まっていけば、ビジネスの世界で言えば新規顧客開拓をやってるわけですね、うん、お寺らしからぬビジネス用語が飛び出すのも安永宗務長が元銀行マンという異色の経歴を持つからこそ。人生をどう生きるかという答えを求めて僧侶を育成する学校で学び、50歳の時仏の道に入ったそう。新規顧客開拓の中でも最新の注目事業が、若い人たち20代30代みたいな人たち向けにお寺に来ていただくご縁作り あのコンテンツがなかったんですね、うん、思い切ってですね、あの結婚相談所、今年7月に誕生した築地本願寺が行う婚活、名付けて寺婚。寺に所属する婚活カウンセラーが面談からプロフィール作成やお見合い、交際、成婚までをサポート。開始2ヶ月のためまだ成婚者はいないものの、すでに30人超が入会。お寺ならではの安心感が評判を呼び、面談希望者が殺到しているそう。おかげさまで結構好評いただいて、うん、もうあの若い人だけじゃなかったんですか、これが。あ、そうなんですね。中高年の人も、うん、あのお申し込みになられて、まあ、一生懸命あのスタッフがですねお相手を探してます。お世話になるか、よかったらどうぞいつでも、門は開いておりますのでいや本当に。最後に安永宗務長に構想中の取り組みを伺いました。今回の、ね、コロナ危機の時も、もうお寺に皆さん来れないね、我々の方から、ね、参拝したいっていう人の、ね、気持ちに寄り添うためにね、でもオンラインで全部やろうと、そういうオンライン配信の延長上にはあるんですけども、はい、いつでもより、ね、人々に寄り添っていつも仏様のね、あのそういう目が届いてますよっていうのをもっとより確かにするためにスマートテンプル構想っていうのを考えてまして、はい、築地本願寺アプリのボタンをポンと押すと、ポンとこう阿弥陀如来様のご映像とかが立ち上がって、今日のご法話を
言ってくれるとかね、お父さんお母さんのご命日が近づいてきたら、はい、そのアプリからお知らせが来て、築地本願寺のお参りをねご予約されるんでしたらこのボタンを、オンライン法要の申し込みでしたらこのボタンを、そうするとその日はこの、iPad をね仏壇に向けてお前あの法要ができると、そんなことができるようになるといいなと思ってます。コロナ禍の中で諦めなくちゃいけないもの、ではすごく多いと思うんですけど、でもこうやって築地本願寺さんがされてる活動によって、もっと参拝されるきっかけがたくさんあるんだなって思いました。そうですよね、はい、だからこうリアルに来るだけが参拝じゃなくて、各人が自分の職場だったりお住まいの中でやっぱり仏様にこう思われてるんだなって思っていただく、でそれに対して感謝の気持ちとして、まあ、お念仏を唱えるとかね、そういう風になっていくとこうより、ね、宗教が身近なものになっていくじゃないですか、お寺らしからぬ取り組みを続ける築地本願寺。でも実は一番仏教とは何か、お寺とは何かを考えているお寺と言えるのかもしれません。